それでは定例会見を始めさせていただきますまず私の方から二点発表事項がありますまず一つが GoTo トラベルキャンペーンへの対応ということでございます七月三十一日にですね全国知事会の方からも GoTo トラベルキャンペーン慎重に進めていきましょうというまあそういうメッセージが出されたところでございますこれを受けまして 県内でももう始まっておりますけれども、さらに皆さんに向けてです、ね、お願いと、それからこう進めていきたいという点についてご説明をさせていただきます。まず1つ目は、県内で近場で楽しんでいただくということをお願いをしております。1つはまず8月7日までは、福井でお泊りキャンペーンということで、県民の皆さん向けにキャンペーンをさせていただいております。 その上で,です、ね、その後も引き続き、県内の皆さんには、県内の魅力を再発見していただきたいというふうに考えております。また今、GoTo トラベルに登録している業者の数は162になっておりますけれども、これも増やしていきたいということでございます。<laughs> それから続いてですね、今度、先日も三県知事の協議会のときにもお話をさせていただきました。 北陸3県で、福井でお得キャンペーンというのを、北陸3県からスタートさせていただきたいというふうに考えているところでございます。まあ、方式としては、県内の宿泊時に、この3県の皆さんがお泊まりいただいたときに、旅行代金を追加で GoTo トラベルに上乗せして割引をさせていただくということでございます。今ののところ8月の終わりぐらいいにスタートしたいと いうふうに考えておりまして、えー、他にもですね、例えば3県の観光案内所、まあ、こういうところでですね、3県のパンフレット、まあ、こういうものを置くとか、それからあの新聞市場で3県が協力して発表するとか、まあ、こういったようなことをですね、えー、協力してやっていきたいというふうに考えております。それから、映、えー、さない、映、えー、されない、映さない努力をということでございます。えー、この このポスター,、えー、入れさせていただいておりますが、えー、例えば駅とかサービスエリア、パーキングエリア、あまあ、こういったところとか、観光地にですねははあの、張り出しをさせていただこうと思っております、まあ。マスクをしようということと、それから外しているときに大声を出さない、距離を取る、まあ、こういったことについての注意喚起をさせていただこうと思っております。 併、えー、せて感染防止徹底宣言ステッカーを貼ってあるお店を使ってくださいとか、えー、毎日の検温など体調管理をお願いしたいとかそれからあ感染確認のアプリ、まあ、こういったものを導入していただきたいというふうに申し上げてまいります。ちょっっとと戻っててていいいいただこ、えー、こういううをを、えーえー、観光客ににも分かるように掲示をしていく それから合わせてですね、十五秒動画というのを配信させていただこうと思っております。予防のポイントをですね、まとめてユーチューブで配信をさせていただこうと思っております。最近の第一波のですね、私どもの検証、まあこれに従って見てみますと、やはりですね、マスクの着用の徹底をお願いしておりますけれども、特に大切なのは外している時の行動だということが明らかになってきていると思います。 えー、三密回避というふうに言っておりますけれども、えー、お店に行った時飲食店なんか行った時もですねマスクを外す、えー、外した時にお店の側は確かに例えば三密の中の、えー、密閉こういったところはですね窓を開けたり環境を良くする、まあ、そういうことで、えー、十分注意を払っていただいたり。 またできるだけ席の位置もです、ね、離れるようなことの工夫をしていただいておりますが、ただそのときもです、ねえー、密集する、そういう場所を作ってしまう、要はあのコンパなんかやってです、ね、近づいていってお酒をむとか、継ぐとかですね、こういうことをしたり、それから密接な会話、マスクを外した形で,です、ね、大きな声を出して、それで大きなあ密接に会話をする、まあ、こういうようなことも多いと思います。やははりです、ねえー、感染拡大を防止するためにはお店側だけじゃなくて 利用される側の皆さんに十分ご注意いただきたい、そういう意味でマスクを外したとき、こういったときにですね、リスクがあるということのご説明なんかのポイントをまとめて動画で配信したいと考えております。それから引き続きですね、観光関連の事業者の皆様方にも協力のお願いをしていきます。感染防止徹底宣言のステッカーの掲示、これもあのだいぶ進んでまいりました。昨日現在で3000点を超えてきております。 ただです、ね、まだあの特にこういったあの感染拡大がです、ね、想定される、例えばお酒を出すような飲食店とか、またあの、えー、密接にです、ね、接待を伴うような飲食店とか、宿泊施設、まあ、マスクを外して行動するようなお店が多いわけですけれども、まあ、こういったところはまだ4分の1から5分の1、まあ、こういったステッカーの掲示にとどまっているというふうに考えておりますので、 ぜひとも積極的にです、ね、ガイドラインを遵守していただいて、その旨をステッカーとして掲示をしていただきたいと思っております。それから旅行者の皆さんに対してのです、ね、安心の確保ということで、これも以前お話をさせていただきましたけれども、福井県にです、ね、お泊まりに来られた皆さん、こういった方々で入り口のところで,です、ね、もしくは途中でもそうですけれども、症状がある場合。 こういう場合には、ホテルや旅館の方から、帰国者、接触者相談総合センター、オープンさせていただきましたけれども、こちらに連絡をさせていただいて、その指示に従って、ですね夜間も含めて、例えば PCR 検査が必要であるとか、病院に来てください、こういったことがありますので、足がないあの交通手段がなければ、県やもしくは宿泊施設などが送迎なども行って、ですねサポートさせていただく、そういう意味でですね安心してお越しいただきたい。 いうふうにも考えているわけでございます。続きまして、二点目でございます。これは、あの、全国知事会からの、メッセージでございます。それは、あの、資料につい、つけさせていただいています。次の。はい、ショッピングエイドイン福井、消費喚起キャンペーンを、お、進めさせていただこうと思っております。 これはですね、県内の商店街、それから商業施設、全体で116あるというところでございますけれども、こういった中で、商店街の消費喚起、図っていこうということで、例えばあの、メディアを使ってですね、ですとか、あれですね、あ広告やイベント会社、まあ、こういったところがです、ね、企画をして、商店街なんかと一緒になって、 ここのの消費喚起のキャンンペーンを図ろううとといいでございます全体では21件を考えておりますが、21件の採択ですけれども、先ほど申し上げた116ある商店街、それから商業施設、この中の89のです、ね、商店街、商業施設から応募をいただきまして、全体では78のそういった商店街等が対象になるということでございます。 それ以外のところもで,す、ね、できるだけあの今決まったところも含めてですね広げてエリアを広げてやっていただきたいということを考えております例えばですけれども福井駅前の駅周辺の商店街等ではです、ね、8月13日から年内12月27日までを1つの期間といたしましてセレモニーとか抽選会スタンプラリーとかグルメイベント B 食、癒しをテーマにした福袋、まあ、こういったようなことをさせていただくということでございます。その他ですね、他の商店街等でも、例えばスマホを使って抽選会をするとか、それからショッピングサイトをインスタグラムと連動させるとか。 またテイクアウトとかデリバリーの屋外イベントをするとか、こういった形で3で、ね、密回避、感染拡大防止を図りながら、消費の喚起を図っていく、こういったことに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。